どうもタボヤンです。忍者龍拳伝続きやっていきたいと思います。ステージ5。いや、このゲームね、一番無言になるゲームかも。もはや実況ではない。よし、手裏剣取った。よし、早い。よっと、手裏剣で。あ、次々出てくるタイプか。あ、鳥。あー、うまいこと押し出された。ちょっとこの1機はロケハンでいこう。あくまでね、できるだけ先に進む。よし、うまい。危ない。よし、手裏剣ガンガン使ってね、この一気でいけるとこまで行く。それがロケハン。あー、ここまでか。オッケー、コンティニュー。さあ、ここから本番でいこう。ダメージ受けすぎ。でやー、さあ、ここまで順調に来たぞ。にゃ、ああ、何こいつ強い。あれ、あいつは一気に手裏剣で。よし、大ジャンプ。危ない、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 大ジャンプ。この辺でちょっとセーブしよう。いや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 、難しすぎる。セーブしないと無理。雑魚キャラが強い。あれ、届かないのかこれ。ここを登らないと無理なんだな。よし、よし、こいつめっちゃ強いんだよね。ほら、よし、あー、やった、5の1クリア。よーし、危なー、落ちかけた。飛び道具打ってこない敵は安心して戦えるね。ポン、よし、タイミング、よし、危ない。そして登る。順調、順調。あー、鳥。よし、あー、やられたー。あ、途中からなんだ。優しい設計ですね。結構なんかステージの2はね、なんか優しさが溢れてるんだけどな。開いた。アイテム取ろうとして、ちょっとこのゲーム得点取っても何か得することあるのか。ああ、危ない。うわ、めっちゃ強いやん。こっからか。
さあもう一回行きましょう。この辺はでも他の面よりはね比較的優しいと思う。ここまでは来れる。こいつですよこれ。よしよし、かわして。危ない。厳しい。これ鳥はジャンプしてかわすっていうね。ああこいつはジャンプしてくるから。あー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 最悪。これ一気にもう行く。よし、ここまで来たん初めてじゃない。あ、竜巻旋風脚。あーこいつタイミングじっくり見てねやっつけないと。あータイミングタイミング、よし。あーもう一個いる。きついなー、これ忍術がないときついよね。いやーやめて。わお、乾杯です。また最初からか。よし、なんだ、なにこれ、ちょっと危ない。なんだあのコウモリ。わ、ここでコウモリが出てくるというね。よしチャンス。あーいた。まだかー、長いなー。全然優しい面じゃないじゃんゴーノに。ハンマーブロスがいるよー。に突破する。ゴリ押しで。ああ全然突破できない。よし回復。あれ何これ、どうしたらあそこ行けるの。全然意味わからん。こっちか。あー復活しちゃったよ。あ最悪最悪。ああちょっとやめて。どうやったらいいのこれ、道がないじゃん。壁にあっつけついてこっち、よしこれでこっち、よーしやった。めっちゃむずいやん、下に降りるって。あー鳥ー、あーやばい。あー惜しい。いやまずい、あの奇跡のジャンプもう一回やんの。あーちょっと、うわむずい。よし来た。よしここでセーブしとこう。2回目できた。まだクリアじゃないからねこっから。鳥ー、うわー鳥、よしクリア。あーここでクリアだったんだ。さあ豪農さん来ました。
もうラスト1機だからね、ロケハンしよう。あれ何これ、ボクサーがいますよ。なんかリアルだね、ファミコンにしては。忍び何にも、あ、武器がない。あ、動物系が強いんだよねこのゲーム。なんじゃあいつ、空飛ぶ忍者。あ、いた。一応あいつの、あー強いロケハン終了。さあ行こうか。さあ2回目来ました、忍者、忍者ゾーン、忍者、空飛ぶ忍者ゾーン。もう無視していけばいいんじゃないか。よっと、よし、これ取りたくないなよし、危ない。一気死んだけどここでセーブしとこう。ボコボコにされた。よしよし、あー、タイミングよく来るな。何それこれどうにか上に行けないのか。行けないよな。うわ、危ない、生き残ったぞ。どうだ、また鳥か。任しとけ鳥。ああ手裏剣投げたい。ああ、投げれない、手裏剣、忍びがない。ああ、危ない、死ぬ。よっち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 よ、よしや、復活、開いた。あ、タイミングが、敵倒して、よしよし、ダメージ受けすぎ、またか。よしよし、おらおらおら、うわ、もうないよ、体力ないよ。まだかまだ終わりじゃないのか。うわさあ、屋上みたいなところに来たぞ。この先はこのマルスが行かせん。マルスの名を語らないでほしいな。ならば貴様を倒す。ファイヤーエムブレムファンとしてはね、マルスは簡単に使ってほしくないんだよね。お前の親父にそっくりだな。何？もっとも剣の腕はお前の親父の方が上だったかな。いや、まだ
剣交えてないだろ。貴様父さんを知ってるのか。来い竜はやぶさ。なぜ私の名を知っている。ボス戦かセーブさあセーブして一気にやっつけちゃおうぜ。なんだ、おら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 、ガチャ押しだ。あ、やばい。あー負けた。何雷みたいな、なんかあのワンピースの神様みたいなやつですね雷神ってこいつ盾持ってるけど関係あるのかな。くわー強い。第3戦、このなんか壁に、あ、壁に乗れる。あー避けれないじゃんそれでも。あ、全然避けれない。もうガチャ押ししかないのかいつもガチャ押しだな。第4戦ガチャ押し作戦。あー、ちょっと距離感が違ってる。うわー、8メモリさ。どうだ、あと一歩。よーっしゃやったぞ。もうしゃがんで腰を落として剣を振るのが一番強いね。父さんを殺したのは貴様だな。殺す？ふっ、決闘をしたのは確かだ。だがお前の親父はまだ生きている。何？貴様今さらそんなデタラメを。デタラメではない。ここから先に進むならばお前はこの世の地獄を知ることになる。どういう意味だ。ということでセーブしましょう。第5章クリアしました。さあ次回、全6ステージなんでね、最終ステージかもしれません。忍者龍剣伝、次回もお楽しみに。父はどうなっているんでしょうか。それではまた、さよなら。